アダルトスイッチが入って、で、ちょっとここのとこ振動見えますかね。音とともに皮膚が少し揺れてる感じわかりますか？プルプルプル。こういう感じで。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア。チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。あなたのセックスにおける最優先事項は何ですか？これ女の人にね、聞いたんですけれども、この各世代すべて1位は、全世代で1位だったのは、自分が快楽を得られること、気持ちがいいと思えること、これがセックスにおける最優先事項であると言えます。なぜならば、セックスというのは基本的にはお互いの性欲と性欲のぶつかり合いですからね。そしてその性欲と性欲の落としどころがセックスになるということになるわけですから、自分の快楽を得られるように、そして楽しめるように持っていくというのがセックスの最優先事項である。納得の1位ではないでしょうか。22.2% です。そして第2位が相手とのスキンシップであり、触れ合いであるということ。で、第3位がですね、相手との関係性の構築だと。多くの場合は、人と人の一見さんの通りすがりというセックスもないわけではないんだけれども、家族であったり、いろんな関係で、恋人同士であったり、そういうふうな関係を構築する上で、非常にセックスというものを重要視していると考えていらっしゃる方も 9.9%、第3位ということになっています。ね、このね、自分が快楽を得られるために最優先しているんだけれども、ジャパンセックスサーベイであるように、女の人はなかなかオルガズムとか行く絶頂をそれでも迎えられないというね、悩みが出てくるっていう風になるってくるんですけどね。ここがまた深いですよね。自分が最優先で求めているのは、やっぱり自分が快楽を得られることであって、これは男女ともに変わらないんじゃないかと。そして今度はもう少し踏み込んで、セルフプレジャーについて、オナニーなんですけれどもね、女の人の、セルフプレジャー、オナニーについての報告っていうのもね、最近はたくさん出てくるようになりました。大体女の人の6割ぐらいは、セルフプレジャーをしていると報告されている研究が多いようです。それもですね、世代によってちょっと違う。で、Z 世代、若い世代っていうのの初めてした年齢っていうのは13歳から15歳っていうふうに、このね、バブルの頃よりも低年齢化してるんです。大人の女の人たちよりも。で、13歳から15歳が一番多くて 30.5%。で、ミレニアル世代も同じ13から15歳で、初めてのセルフプレジャー、女の子がしてます。26%。Y 世代が16から18歳。ロスジェネ世代は19から22歳の頃に始めました。で、バブルの世代は16から18歳だったんですけれども、だんだんセルフプレジャー自身は若年齢化してます。で、今回の調査においては、一方でね、初めてのセックス年齢っていうのは、セルフプレジャーが若年化の傾向はしてるんですけども、セックス年齢は19歳から22歳と全世代共通でした。なので、セルフプレジャーとセックスっていうのは、スタート年齢は少し変わってる、違ってきてるけど、若年齢化してるんだな。性に対して、中学生ぐらいでだいたい自分の体を知り始めるっていうのが、今の日本人の女の人の平均です。そして、じゃあ女の人たち、セルフプレジャーに対してどんなイメージがあるんでしょうか。ね、昔のね、私たち50超えている人たちの家の中で、セルフプレジャーとかオナニーとか、そんなことを女の子がみたいなね、とあそこのところに手を持って行ってたけど、バチンとか、そんなはしたないこととかね、そんなことをするのはダメですとかね、そんなことは普通の人はしてはいけませんとかね、そういう教育がね、家庭でなされていらっしゃった家庭も少なくなかったと思うんです。でも今ね、どういうイメージを日本人女性が持っているかというと、 Z 世代18歳から26歳は、セルフプレジャーはどんなものだと思うって言うと、第1位は気持ちがいいことだと思う。ね、これが 36.4%。第2位が恥ずかしいこと、32.3%。そしてね、第3位がね、若い世代ほどそう思ってるんですけど、セルフプレジャーっていうのはプラスなイメージを持っています。ストレス解消になるとか、リラックス効果があるよ。
24.2% です。でミレニアル世代27から35歳30代前後の人も気持ちいい、恥ずかしい、第3位がストレス解消、リラックス効果があるというふうにイメージがあります。これは決してイメージだけじゃなくて、セルフプレジャーすることによって自分の体の、ね、脳内ホルモンであるベータエンドルフィンだったりとかドーパミンが出たりとか、そして不安を解消してくるオキシトシンであったりとか、そういうものが分泌されるので、ストレス解消とかリラックス効果か不眠の改善、こういうふうにつながっているっていうのはリアルな話ですからね。イメージ自身も変わってきてます。で Y 世代36歳から42歳、40代前後の人は1位は恥ずかしいなんだけれども、2位が気持ちがいいで、ね、3位はね、これもポジティブな意見なんですけれども、セックスと違ってセルフプレジャーは誰にも迷惑をかけずに性欲を解消できる方法だというふうに捉えています。セックスっていうのは相手が必要なんですけれども、セルフプレジャーに関しては自分の思うタイミングで自分の性欲なり気持ちいい快感なり慈愛をね作ることができると、まあ、こういうふうなポジティブなイメージを持っているということですね。ロスジェネ世代、これ43から51歳、40後半ぐらいの世代なんですけど、1位気持ちいい、恥ずかしい、そしてねこの世代から出てくるんですよ、セルフプレジャーには興味がない。バブル世代、50代も気持ちいい、恥ずかしい、興味がない。で 23.4%、 こちらは 28% なので、セルフ、まあ、私たちの世代なんですけど、セルフプレジャーなんか女の子がするとか、あそこに手を持っていくとかいうのは良くないことだ、悪いことだというふうに、まあ、社会的にも家庭の中でも小さい頃から教育されている場合があるので、セルフプレジャー自身のイメージとして恥ずかしいことだったりとか、そんなことは私自身には関係ないわ、興味がないわと感じられる人が少なくないということなんですね。ただ先ほども申しました通り、セルフプレジャーに関しては私たちのストレス解消であったり不眠の改善、そしてね自分自身を慈しむ、自分の体を知る行為として非常に重要なものです。なので、まあ、こうやってね性のアップデート、日本人の女の人たちも、まあ、こういうふうになってきてるから、いろいろな現代のね性のアップデートっていうのは今も必要なんじゃないかなと思ってね、今日もバンバンこんな話をしています。セルフプレジャーの項目があったので、今日は、ね、いろいろご紹介最近してるんですけど、ウーマナイザーさんのプレミアム2持ってきました。なんでかっていうと、今日のねお悩みの中で、セックスの際女の人の悩みどうでしたか、大人になればなるほど仲良きできない、いけないっていうことがセックスの悩みでした、ね、確かにセックスっていうのは実際相手が言います。で、男の人の場合はいわゆるペニスを中心とした局所への刺激によって射精まで行くとオルガズムが得られるという、どちらかというと直線的なオルガズムの得方です。しかし一方で女の人の場合は多角的なアプローチによって外行きだったり中行きだったり学習していくというステップが男の人よりも必要だと考えられていきます。オルガズムは学習であるというね、ここが気持ちいい。しかもその神経の分布っていうのが女の人によって違うんですね。その特徴を自分自身がまず把握するためにセルフプレジャーがあって、そしてそれもわからないまま本番に臨むから、どうもいけないとか長生きできないとか、どうも気持ちよくないんじゃないかと考えられる女の人が少なくないんじゃないかとも考えられています。女の人のオルガズムは学習です。ということで、自分自身で自己練ですよ、まず。まあ、素振りしよう、まずね、本番の前にね。ということで、自分自身の体を知るために、まあ、今日はオルガズムに導くとかね、自分自身でオルガズムってこうだよ、オルガズムってこんな感覚だというふうに把握するためのね、セルフプレジャーグッズを持ってきました。でね、プレミアム2なんですけれども、これ、ウーマナイザーさんのプレミアム2、どういうふうな形で、なっているかというと、まあ、医療用シリコンでできてて非常に柔らかいです。で、ここにスイッチがあって、スイッチをピュッと押します。するともうスイッチ入ったんですけど、ここにプラスとマイナスがあって、見えるかな、ここにプラスとマイナスがあって、ここプラスを押すと強さが変わってきます。で、
何がこれはいいかというと、私右利きなんで、右手で持つと、このまま上から下にこの吸引口のところにクリトリスを当てる。でクリトリス包皮を指で大きく開けておくことがポイントなんですけれども、クリトリスを大きくこう包皮を向いておいて、そこにふっとこう押し当てると、こういう感じなんです。わかります？今音鳴ってないでしょ。でこれを押し当てると言っていくと、当たるとスイッチが入って、ちょっとここのとこ振動見えますかね。音とともに皮膚が少し揺れてる感じわかりますか。プルプルプル、こういう感じで吸います。水圧に関してはここのでこうブル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 とこういう風に強度が変わることができます。でこれを外します。音止まりましたね。そうなんです。自分が吸ってほしいなと思った時だけこうセンサーで吸って、ああもう絶頂を迎えてオルガズムになっていきましたと思ったら外すと音が出ない、切れるんです。要するに、ああもう終わったのに、あスイッチ切らなきゃみたいなことではなく、もうこのまま自分のタイミングでもう行ったらそのまま置いておいて眠りにつけると、音が快感を邪魔しない、そういうセンサーまで内装されています。なのでクリトリスで行ける人は女の人の9割と言われていますから、これで自分自身のオルガズムの絶頂感を鍛えておく、そして行ける体を作っておいてセックスに臨むと、さっきの中行きできないであったりとか、絶頂感じにくいとか、そういう悩みも減るのではないでしょうか。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、すっごいびしょ濡れ極上のデバッグを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして無料動画極上のデバッグ受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のデバッグへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。